GSW の本拠地があるケルン。ジャーマンスタンピードレスリングは、かつてドイツのノルトベストファー練習ケルンを拠点としていたプロレス団体。略称は GSW。2001年、設立して、旗揚げ戦を開催。それから2000年代後半に至るまで、アレクサンダー・エルフェンという地元出身のプロモーター兼レフェリー及びインゴ・フォーレンベルクという。 シュマレンベルク出身のプロモーター兼スポーツ解説者を共同主催としていた。そのマットにあっては、ドイツ出身選手のみならず、アメリカからの様々な選手の参戦も見られて、インターナショナルインパクトや、ナイトインモーションなどと題した大会を目玉としていた。地元ケルンをはじめマールブルク、オーバーハウゼン、ディーセン、 マンハイム、ミヒエルシュタットなどといった国内の西部から南部にかけての地域を工業の主舞台としたものの時には北部のハンブルクや国境を越えて隣国のオランダにまで遠征したこともあった。インターネットを有効活用しつつ熱心なファン層を抱えながらに工業を継続していたものの2010年に活動を休止して約9年にわたった歴史に幕を下ろした。 その前紙のうちに総数四つの王座を管理していた。ありがとうございます。